ぶどうの3月下旬から4月上旬の作業と生育状況をお伝えします。今年は2月が暖かく、3月が冷え込んでいます。3月下旬になりますが、吹雪です。当該の被害にならないことを祈ります。ぶどうの品種は3年目の雄峰と1年目のシャインマスカットになります。3月30日の状況になります。3月が寒かったせいか、まだ鱗片が少し膨らんだくらいの状況です。でも地温は上がってきているのか、樹液の流動が始まっているようです。枝の切り口から樹液が流れ、枝が湿っています。昨年末に植えたシャインマスカットも芽が少し膨らんだでしょうか。3月31日、追肥を行いました。配合肥料を根元周りにパラパラと施しました。 UFO も同じように追肥を行いました。4月7日のシャインマスカットの状況です。1週間しか経っていませんが、4月に入り暖かくなったせいか、芽が日に日に膨らんできているように感じます。 UFO の状況です。樹液が漏れ出ています。寒さで切り口から枯れ込むのではないかと、短小剪定を2月に行いましたが、越冬前に剪定した方が少し枯れ込み、樹液が漏れ出ないのか試してみたいと思います。また先端部に近い枝から樹液が漏れているのは蝶が優勢のためでしょうか。4月14日メリット青を塗布しました。もっと早く塗布すべきでしたが、保管していたメリット青が見つからず、新たに購入したため塗布が遅れてしまいました。少し萌芽が始まっているため薄めた方が良かったかと思いましたが、原液を塗布しました。メリット青は芽枯れを防ぎ、発芽、芽揃いを良くすることに効果があるようです。転用後も300倍に希釈し、葉面散布することで新葉を充実させ、葉の緑化を促し、光合成能力を高めるようです。石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあるので、しばらく期間を空けてから塗布してください。4月14日シャインマスカットの状況です。芽が膨らみ萌芽してきたところでしょうか。3年目の雄峰の状況になります。蝶が優勢で先端部の芽の方が勢いが強いと言いますが、元の方の芽も膨らんできています。養分蓄積器と休眠器の処置が良かったのでしょうか。芽傷処理も行っていませんが、このまま揃って発芽してくれることを祈ります。今年は美味しいブドウを食べれると良いのですが、どうなるでしょう。